セミナーのご参加の皆様、こんにちは。本日は、対日工業大学の研究チームは、タイにおける分離除草した CO2 の利用するための技術 CCUS に関するフィジビリティスタディ調査結果を発表させていただきます。主には対象となるのが、石油、ガス、ガスエネルギー産業及び化学産業についてです。まずは研究チームのメンバーを紹介させていただきます。私と他の4名のうち、本日はナタポン・リムチラ・ザラット先生とポンチャイ・ユウェイトランソン先生が私につけて発表いたします。本日発表する内容ですが、前回のフォーラムで発表の月になりますが、今回はタイの国内全体の CCUS 技術についてお話ししたいと思います。まず CCUS に関わる政府機関と関連機関のそれぞれの役割について、その次にタイ国内の民間企業の方針や計画、最後に今回の調査結果のまとめの順で発表させていただきます。はじめに、タイの温室効果ガス排出状況の概要についてお話ししたいと思います。2018年のタイの温室効果ガスの排出量はご覧の通りですが、主にはエネルギー分野からで、その次が農業分野、製造業、各種製品の使用、その次が廃棄物からです。エネルギー分野では、さまざまなエネルギーの生産において、最大量の温室効果ガスを排出しています。その次に排出量が多いのが物流分野と製造業となります。産業分野での排出量が多いというのがミドルインダストリーとなりますが、その内訳は、セメント工業、次が、化学工業。今回はこの2つの分野を中心に研究してありました。エネルギー分野は最も温室効果ガスを排出する産業です。前回紹介した通り、タイ政府は温室効果ガスの排出を削減するためのガイドラインを提示しています。2050年までにカーボンニュートラル、2065年までにネットゼロを目指しています。さまざまな計画の構想において多くの方向性を提案されています。例として再生可能エネルギーの使用量を増やすこと、電気自動車の使用、植林による二酸化炭素の削減などです。しかし、このような目標を達成させるには、他の技術も利用しなければならないです。私たちは CCUS が国内の温室効果ガスの排出量を助ける一つの技術になるかと思います。まず、タイにおける CCUS 技術の現状とタイでの支援措置がどういうふうになっているのかを調査しました。その後でですね、タイにおける CCUS 技術の準備状況の概要調査をしまして、その中でも石油産業、ガス産業、エネルギー産業、化学産業に重点を置いてですね、またその研究開発の進展の全体像にとっても調査を実施しました。これから前回ご紹介しましたとおり、そしてその支援措置の作成ですね、またはその、関連法の制定について、政府の役割についてご紹介します。次のセクションとしましては、政府部門のですね、役割についてご紹介しますが、前回ご紹介した通り、タイでは気候変動政策に関する国家委員会である機関を、設立しました。この委員会の委員長は市長であってですね、気候変動に関連するすべての政策を監督します。他にも関連する小委員会は7つありまして、7つ目の小委員会が CCUS に関する重要な機関です。この小委員会の役割ですが、CCUS 技術の導入、
温室効果ガスを削減する方法などについてアドバイスを行うことも含まれています。またはですね、その CCUS の開発と適用を促進するインセンティブなど支援メカニズムも提案しています。この小委員会の組織ですが、ご覧のように、CCUS を担当する委員会は赤い枠の中に赤字で示しております。同委員会は他の機関とも連携しており、例えば、さまざまな研究開発を支援する高等教育科学研究イノベーション賞などです。また、さまざまな支援メカニズムに関与する機関も含まれています。例えば、炭素クレジットプラットフォームの実施しているタイの温室効果ガス管理機構も連携し、タイでの CCUS 技術の使用推進の実現化に関連しています。また、2020年には重要な変化としましては、変動機構に直接対処するための新しい部門が設立されます。この部門は天然資源環境省のもとに所属し、温室効果ガス排出削減を推進するための政策や計画を提案する役割があります。CCUS は同部門の所管領域の一つでもあります。二つ目ですが、気候変動に関する法令についてです。これは内閣への申請途中案件になります。この2つの点ですけれども、CCUS 技術に直接は、言及していませんが、気候変動の全体をカバーしているような状態で、温室効果ガス排出削減するための CCUS 技術使用がこの2つに連携しています。タイの気候変動に関する政策についてですが、現在さまざまな政策を一つに取りまとめようとしている重要な変化もありまして、政策は国家計画、セクターごとの計画という部門ごとの計画ですね、それぞれ分けられています。これが体系的に計画が設定されて効率的な作業を目指しています。国家計画の例としましては、国家戦略または20年計画がありまして、つまりタイの20年戦略計画です。またタイ国の全体像として、タイ国家経済社会開発庁の計画も制定されてまして、私がハイライトしている部分ですが、この青い部分ですね、これが国家計画で CCUS について記述されています。またですね、最新の来中産国家経済社会開発計画では、循環型社会と低炭素社会に関する CCUS の技術が来中マイルストーンにて記載されています。エネルギー部門及び産業部門で CCUS 技術のサポートについてお話ししたいと思います。民間投資を誘致するための、資金調達も含め、開発研究への投資を奨励しています。また他にも、またですね、政府から発表した、蒸気低温室効果ガス開発戦略での CCUS 技術導入について目標を設定されています。こちらが目標の詳細で、 CCUS の温室効果ガスの排出削減への活用が期待されています。こちらは国の法律や関連する国家政策の概要となりまして、部門別では、例えばエネルギー部門ではですね、
2018年から2037年の間にですね、CCUS 技術を電力開発計画、パワーディベロップメントプランというんですが、それに適用されることなどが検討されています。一方、他の部門では CCUS に関して直接言及されてはいないんですけれども、主には CCUS 技術を使用可能性がある電力生産においてですね、CCUS 技術が研究されてます。さらに、中期的には大国そのものが支援を要求、または必要となる可能性があります。またですね、産業や発電所 CCUS が使用されるバイオエネルギー CCUS および CCUS 技術の使用のが拡大しています。一方、県レベルの計画にはですね、 CCUS に直接関連するかどうかは明確ではないですが、しかし最新の情報ではですね、サラブリ県、メアモク、ライオン県を中心にネットシーロ、温室効果ガスですね、排出、それをゼロにする実現に向けて目標を目指しています。例えば、サラブリ県ではですね、地域の温室効果ガスを減らすための民間共同での CCS 技術の導入をされています。多くの機関関係者共同計画でありですね、大国立、ナスダも関連していまして、関係している各機関の役割についてですが、前回も詳しく発表しましたので、今回は更新された内容のみ紹介させていただきます。情報が更新されているのか、天然資源、天然燃料局ですね、とエネルギー省が CCUS 実施に関連する規則、規制などをですね、調査する立場になっています。エネルギー省も日本の経産省との間でですね、エネルギー開発のための協定を締結しており、CCUS もこの協定の中にも含まれています。また、他に追加された内容としましては、台中央銀行はですね、そのクリーンテクノロジーに関連する事業をグループ化、分類法、タイランド、テクソノミーをですね、立案しまして、グリーン化技術は緑、黄色、赤にグループ化され、どの技術がより少ない汚染を生成する活動か、どの活動がより多く汚染を生成するかを分離しています。これにより、投資予算、または結果としまして、生じる資金に関する政府からのさまざまなサポートがより明確となると考えています。あと、他にはですね、物品政局でのカーボン税について調べているところだと思いますが、今年の年末に完了する予定で、翌年、来年以降ですね、それが施行されるんだろうというふうに思われています。実際体には、すでに炭素排出に関する法律がありまして、一部は車両、自動車に適用されていましたが、残業、または製品に適用する場合ですね、それも法の改正するかもしれません。物品政局が、そう調査をしており、まもなく公表されるかと思います。政府機関の情報の入手やインタビュー内容は非常に挑戦的な面がありまして、入手した提案内容は現時点ではかなり一般的なものだと思いますが、主にはですね、タイの国自体の政策がまだ、明確に制定されてなくて、さまざまな、措置などを講じるための情報がまだ不足しているんだろうと。したがって CCUS 技術に関するロードマップ、ビジネス化の可能性、経済的な調査などが、必要だと思います。現在、関連企業が
調査している段階と認識しており、例えばでですね、ナスダなどでですね、がその予算でのもとにですね、ナノテックなどを調査しているロードマップ技術は、まあ、今年の半ば頃でですね、まあ、完了する予定で、これが重要な情報であり、政府側が政策や計画をより明確に設定できるようにですね、重要なステップであります。そしてさまざまな経済的な調査でですね、これがタイランドグリーンハウスガスマネジメントオーガナイゼーションがこの調査を担当していまして、いずれも年内にですね完了する予定であって、政府自体もですね、さまざまな制約課題具体的に対応していくことはが見受けられています。2つ目ですが、炭素、二酸化炭素がどのような形で除草するかについて、規制がまだ不明確で、これは天然、燃料局がさまざまな法律の枠組みの下でですね、調査し、技術を実用化でできるようにですね、さまざまな規制を改定するように、可能性があるかと思います。現在標準化途中の段階ではございますが、さまざまな、標準もですね検討されていまして、政府からも指摘されてた問題、その問題点、政府の方から、実行者側まででですね、さまざまな運営において連携を、統合する仕組みを未だに不足しているかと思います。これは気候変動に関連するさまざまな委員会の放送をですね、全体に見たものですが、多くの機関に給与していることが分かりまして、このような体制で各部門ですね、運営業務などに到達できるかと思います。新しく作られた局がコネクターとして連携できる、その問題解決がどの程度までできるかというのは継続的に見ていく必要があります。対策の面においてはですね、新しい対策を導入する必要になる場合ですが、CCUS はかなり新しい技術で、リスクやコストも高いというふうに見込んでおりまして、まだ長いサプライチェーンに関連しているという概念もありますので、それをさらにサポートするためのさまざまな対策を検討する必要があるかと思います。技術開発を支援するための投資、金銭的な視点からですね、国内および国際なサポート問題ですが、実際に使用できる。だと思いますが、最後に多くのコメントいただいた内容ですが、政府はそれを実現するためには海外からの、またはタイのですね、学術部門の、その産業部門への技術移転も含めてインフラ、開発に投資する必要があるかと思います。特にそのパイプラインシステム、物流システムへの投資、または海外技術の持ち込んでタイの国民、どういうふうにですね、それを展開してつなげていくのか。続きましてですね、ナッタポン先生からの説明をお願いいたします。このセッションでは民間部門の CCUS に関する現状と計画についてご紹介いたします。10社以上の民間企業へのヒアリングを実施した結果、我々は産業種に分類しました。タイでの二酸化炭素を排出する3つの主な産業は、石油化学業ですね、エネルギー、発電、その他ですね、エネルギーを集中的に買われている集中型の産業です。一方ですね、その一部の情報が機密情報であってですね、今回の発表では、会社名と一部の数字を公開することを控えさせていただきます。しかし、インタビューした企業ですが、各産業のトップ5に入るような企業ですので、得られた情報は各産業のグループを代表できるかと思います。詳細については、レドの報告書をご参照ください。最初のグループですが、石油及び石油化学産業ですが、プレゼンテーションでは CCS 技術と CCUS 技術の2つに分けさせていただきます。CCS の場合で、CCS の
技術の研究開発に注力している企業はですね、陸上とタイの港湾両方における地下帯水素などその炭素吸収圏にアクセスできるものですね。まあ、こちらは社名公開できますが、社名はですね、PTTEP と言います。この会社はその CCS 技術を使用調査するリーダーで、当社はアティットというプロジェクトを進めており、タイで初めての CCS プロジェクトになることを期待されています。台湾全体の役割ぐらいのキャパシティを持っています。まあ、PTTEP の事前調査からですね、台湾には約70億トンの炭素貯蔵能力があるというふうに分かりまして、これがタイの約20年炭素排出量ですね、抑えられる能力に相当します。多くの企業の意見からするとですね、 CCS 技術はすでに利用可能ですが、まあ、非常に高価であり、減災コストは炭素1トンあたりでですね、50から100メドル範囲で、コストのほとんどがそのキャプチャーと呼ばれる、炭素回収に、使われていますね。さらに法律や規制または基準などもですね、準備できてなくて、例えば誰がその除草、炭素除草権を所有するのか、新しいオークションを開く必要あるのか、また現在ですね、その譲歩権を持っている会社が、まあ、その持ってる会社が、権利を与えられるのかですね、またその炭素貯蔵から得られた収入はどのようにですね、政府に配分されるのかも含まれます。また、陸上、カーボンパイプラインネットワークに関しましては、多くの機関ですね、の、まあ省庁などにも関連してまして、例えば地下水試験局ですね、天然試験環境省、タイの工業、ランチ公社、また工業省などですね。法令上ですね、まあ、不明確な部分もまだありますし、一方ですね、CCU は炭素吸収線に、まあ、アクセスできない企業からも注目されてまして、特に石油化学会社のグループですね、これらの企業は長期的には CCU がその炭素から付加価値のある製品を生み出すことが収益化できると考えているため、まあ、CCS よりもこちらの投資の方が魅力的だというふうに思っておりまして、例えばですね、一部の企業はそのヨーロッパとの企業との連携もしてですね、炭素をアシトに変換し、まあ、香料の濃縮物とか、またはその食品の着色料の製造に使われることなどですね、それを協力研究しています。さらにこれらの企業はですね、その炭素排出量を削減するために、まあ、天然ガスの代替エネルギーとして部分的に水素を使用するなどでですね、ことに期待し、まあ、いわゆるその余燃料に使用する計画を持っていますが、一方ですね、その CO2 の輸送を経済的に行うためには、ポストコンバッションといわれる、その燃焼後の炭素を回収し、その工場から排出される 9% 濃度の炭素の濃度をですね、15% から 25% にしないとコストが合わなくなってしまいます。あともう一つですが、これが大きな欠点であって、ほとんどの石油化学プラントがですね、床面積が非常に限られてまして、最適に設計されているためですね、その炭素を回収する設備などを増強することが非常に困難であります。CCUS に関するインタビューから得られた、主な調査結果についてですが、技術自体は準備できているのですが、まあ、まだ高価であってですね、またその法律まだ整備されてないということもありまして、さらに輸送されたその炭素が安全であり、その時間経過とともにですね、漏れ出さないか、環境などに害を及ばさないということを国民に保障する必要があります。これが周囲の社会の認識も最も重要だと思います。そうしないと CCS のプロジェクトはなかなか実現できないです。
企業側の方ですね、その計画に沿って2030年までに CCS を実施することを目指している場合ですね、先ほども申し上げた通り、その法律または規制が2025年までにですね、施行できるようにしなきゃいけないです。なぜかと言いますと、CCS プロジェクト開発には、4、5年ぐらい時間かかりますので、関連法がいまだに交付されないと、これ以上、調査することが不可能だというふうに思います。あと、企業側の方からですね、まず政府側が初期のインフラスタクチャーとかですね、投資すべきだという声が上がってまして、それが言うのは、その幹線パイプラインのコストがかなり高いからですね。あと、2030年にはですね、ヨーロッパの CBAM 措置により、ヨーロッパ向けの商品、製品などがですね、関連産業の製造コストが高くなって、これは二酸化炭素排出量1トンあたり、約110ユーロぐらいですよ、上乗せられるからですよ。この数字は参考値としては使えるかと思います。2030年前に CCS コストがこの数字よりも低くできたらですね、もっと幅広く普及されるかと思います。また CCU の場合ですが、現時点ではまだ研究室で研究をされている段階であってですね、実用できるまで少なくても2035年まではかかるのではないかというコメントもありまして、主な障壁に関しましてはですね、申し上げた通り、その炭素回収装置を増設するスペースがかなり限られてまして、その設置状況が非常に困難であって、まだでですね、その工場ごとにですね、その使われている原材料が異なっているため、各工場の CCUS 使用計画は個別に検討しなければなりません。あと、支援予算に関してですね、一部の企業はよくその日本やそのヨーロッパ、海外からですね、数億バーツ、数十億バーツレベルの研究資金などを調達することが、よくできたことが分かりまして、これらが、そういうノウハウとか記憶についてタイ全体に共有できれば、タイ全体にとっては有益ではないかというふうに思います。これが企業側のコメントですけれども、タイでの CCUS 導入が迅速に達成できるために、政府がその炭素税とかですね、導入とかですね、基準整備、罰則、金銭的なインセンティブなど、政府政策の戦略を採用することを推奨しています。第二の産業であるエネルギー及び電力産業についてですが、そのほとんどが2050年までにカーボンニュートラル、2060年までにネットシーローを実現する大国の政策に対して計画されています。同じことが、その石油及び石油化学産業にも割り当て、当てはまりますが、その廃棄された鉱山、またはですね、その耐水槽など、炭素を吸収圏にアクセスできる企業をですね、CCU の前に CCS の使用開発に焦点が出てます。CCU を実際に使えるようになるまでですね、発電企業からすると、まだ、さっきの話だというふうにコメントがありまして、しかし、その鉱山での除草 CCS を実現、そういう可能性の調査なんですが、これが20億バーツにもですね、非常に高い調査予算が必要です。一部の企業がですね、その新調達やアドバイスをいただくためにはですね、海外の専門家やパートナーシップを組む必要があります。一方ですね、その一部の企業ではですね、水中天然ガスを燃料として使用するその複合サイクルの発電所で燃料を部分的に水素ですね、石炭とかですね、その火力発電所でのアンモニアなどを燃料に置き換えて、
そういうことも計画してまして、しかしですね、そのアンモニアはではですね、燃焼後は腐食と NS3 ガスが排出問題がありまして、一方バイオマスなどでですね、再生エネルギー圏を利用する、発電所ですね、そういう発電効率を上げると、その使用量などですね、再量の使用量が削減できるので、基本的にはみんなそういう発電効率向上に注力してまして、その結果でですね、その酸素の二酸化炭素なども検証しています。この産業グループでのインタビューした結果、 CCS の調査予算はですね、非常に高いと。企業側はタイの政府と日本の経産省からの支援を求めていることですね。日本政府からは様々な資金やその企業の信頼性に関してですね、大手の企業、日本の大手の企業の場合はタイの会社との取引に関しましては問題ないですが、一方ですね、その中小企業となるそのインタビューした会社がするとですね、信頼性について少し心配があると。ですので、インタビューした会社が、できればでですね、JCM プログラムを、タイの企業がですね、技術を柔軟に選択して、大手企業と協力することも柔軟に選択できたら、このプロジェクトもより有用であるかというふうに思っています。私、ポンチャイと言いますが、第三部ではですね、エネルギーを多く使われている産業についてですが、このグループは生産工程に多くエネルギーを使われているセメント産業で、鉄鋼業またはガラス産業を指しています。このグループが検討している現在の計画はですね、工場の、生産工程に適した CCUS 技術を検討しようとしているものです。これらの考えではですね、CCU 技術が、工場の方に向いて適していることと、回収された炭素より付加価値のあるですね、製品に変換し、することによってより価値を生み出すことができると考えてまして。2つ目ですが、このグループは CCUS に関するすべてのグループが、タイ国内以外を問わずですね、共に協力すべきであると提案していまして、それはカーボンニュートラル、ネットシーロー排出目標を達成するために研究と情報交換を促進するためです。つきまして、製造工程における炭素削減に関しまして、このグループのほとんどはですね、その生産プロセスでより効率なエネルギーを使用することに生産プロセスを改善しています。例えば化石燃料のみを使っているの代わりにですね、バイオ燃料、バイオマス、水素燃料、またはその、酸素燃料などを使うことなどですね。またこのグループはカーボンクレジットやカーボンフットプリントを活用することで、企業がその世界の市場で競争できるように役に立つのではないかと思います。まず一番最初にですね、確認できたのが、このグループでは何よりもでですね、製造工程におけるエネルギー使用その効率の改善を行っていること、またバイオ燃料、バイオマス、酸素燃料を使用してですね、炭素排出量を削減していることです。そしてですね、このグループは、政府からの支援金、技術、テクノロジーサポート等の支援が必要かと考えております。このグループではでですね、CCUS 技術に投資する場合ですね、この要因が絡んできて、政策法令ですね、規制等がいまだに不明確なことを指摘しまして、またでですね、投資促進政策、製造業とかですね、工場などに適した技術、人材などにですね、それも後押しする必要があるかと思います。
それともですね、その経済的な面においてでですね、投資する価値があるかどうか。CCUS 技術への投資に関する調査のための資金権があるか、またはですね、最終的にはその決定要因のはその炭素の価格とか炭素税な、なので、現時点ではですね、投資するタイミングではないかと考えられています。2つ目ですが、CCUS 技術に関連するすべての機関ですが、政府機関のみならず、民間企業または、工業工場ですね、や、教育機関まで協力し合って、カーボンニュートラル、ネットジーロエミッションの目標を達成させるための政策と規制を推進する必要があるかと思います。続きまして、CCUS 技術開発に関しては、パイロットプラントを作成するための資金が必要です。そして国内の、産業グループにおけるイノベーション準備、市場競争の面での、発展していく必要があります。つきまして、好調で CCUS 技術を実現することは非常に挑戦的なものであってですね、なぜならば、工場内のスペースがかなり限られてまして、それぞれの材料が異なっているためですね。したがって、その工場内にいかに CCUS 技術を実現するかはですね、大きな挑戦とも言えるでしょう。特に、その、次ですが、カーボンフットプリントについての話ですが、産業グループがですね、政府にそういう国際認証を発行できるように要求しています。現在ですね、国際認証を取得する場合、必ず海外に申請し、国際認証を発行してもらわなければなりません。そしてですね、最後に、私の思いとしては、日本の政府機関やがタイとアセアンの両方のですね産業グループの研究開発を支援し、日本の CCUS 技術の成功事例等をですね展開していただいて、CCUS の技術を伝授するためにタイやアセアン諸国ですね、日本を訪れて見学するような機会を与えていただきたいと思います。このプロジェクトの結論としましては、まず、タイは、気候変動に関する政策を制定するグループとして、気象変動に関するワーキンググループを設定しました。この委員会にはですね、7つの、小委員会ですね、そういう機関がありまして、この機関は、モビライゼーション・オフ・グリーンハウガース・ミティケーション・ウィズ・ CCUS ・テクノロジー・インプリケーションを担当しています。2つ目ですが、政府側は、別の技術ロードマップを作成し、ネットゼロ、排出目標を達成するための CCUS 技術の準備における対策を支援しています。タイの研究者ではですね、タイの新種技術を開発するためにですね、石油、ガス、セメント産業と協力してまして、以上が本プロジェクトのまとめとなりますが、ありがとうございます。また、この調査に情報を提供してくださった企業の皆さん、厚くお礼申し上げたいと思います。視聴者の皆さん、ご参加の皆さん、どうもありがとうございました。